はい、どうもこんにちは。デザキラスチャンネルのデザキラスでございます。先日ウルトラマンパワードブルーレイ発売したということで、私ですね全部見まして、いやー面白かったですねっていうね、もうね夜中にねパワードをちまちま見ようかと思ってね、とりあえずつけ始めたんですよ。そしたらね面白くてとりあえず DVD2 枚目入れて、面白いなと思って3枚目入れてね、これ全部見ちゃうかもしれない。結局ね徹夜パワードしちゃったんだよね。面白かったなぁ。その勢いでね、もう映像特典まで見ちゃった。うん、すごく面白かった。パワード推し怪獣はドバコです。ということで、今回ご紹介する商品は、アルティメットルミナス全身シリーズ、アルティメットソリッド。こちらをご紹介していきたいと思います。アルティメットソリッドっていうのは同じくガチャポンで300円ぐらいで発売されていたシリーズなんですけれども、こちらもですねものすごくクオリティが高いアルティメット究極にふさわしい商品となっております。もうねパワード熱がすごくてですね、クオリティが高いです。すごい高いです。何ですかこの、このパワードの独特のこの構え、これがちゃんと表現されていてかっこいいですね。かっこいいですね。いいでしょ？この目の青い部分とかは、メタリック塗装されておりまして、クリアパーツではないですね。はい。シルバー塗装がとても綺麗で、すごくね、いいですね。赤とかも、重厚感のある赤で、全然ね、安っぽくない赤です。で、このね、背中とかの、このね、ゴツゴツっとこのした感じですとか、ハワードの、すごいね、重厚感のある、スーツ。こういうのもしっかりと表現されております。頬がちょっとこけているのもパワードの特徴ですよね。このパワード独特の腰落としポーズがとにかくかっこいい。もうさっきからかっこいいとしか言ってないんだけど、しょうがないじゃない、かっこいいんだから。下半身はこんな感じでございまして、パーツ分割が赤とシルバーの境目の部分がパーツ分割されておりまして、すごくね、工夫されたパーツ分割になっております。これはね、アルティメットルミナスにもちゃんとね、ケツが出ておりますね。台座がちょっとね、これね、ダサいよね。台座がちょっとダサいね。でかいからね。でかいし、なんか透明のね。まあ、なくても一応ね、自立はしますね。うん、ちょっと不安定だけど、まあ、自立はね、します。こんなにね、かっこいいフィギュアだと、やっぱりこう、煽りアングルで見たくなりますね。どうですかこれですよ。かっこいいですね。アルティメットルミナスとですね、比べますと、このような感じでございまして、パワーが腰を落としてるので、少しサイズが小さく見えますけど、ほとんどサイズは同じですね。だから、ルミナスと並べて飾ることもできる、いまじやべ。こんな風に、こうね、並べて飾るのも、もういいじゃない。ということで、今回はですね、アルティメットソリッド、ウルトラマンパワード、こちらをご紹介いたしました。別のアルソリシリーズも買いたいなぁと思って、ちょっと今、企んでおります。ということで、以上でラキラスでございました。とりあえず今はアルティメットルミナスプレミアム1のウルトラマンガイア、ウルトラマンオーブが楽しみだぜ。以上でラキラスでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。デラキラスチャンネルは Twitter もやっております。関連動画はこちら。チャンネル登録、コメントもよろしくお願いいたします。ということで、以上デラキラスでした。バイバイ。